こんにちは。速稼塾は今でも販売中でございます。売り込んではいないっていうだけですよね。まあ、よくねプロダクトローンチですごい手法が見つかりましたとか言ってね、それは儲かるじゃないですか。そうなんですよ。これはね今回30万で提供できるんですよ。それはむちゃくちゃ安いじゃないですか。絶対入った方がいいですねみたいなね、ああいう三文芝居はないんですけども、まあでも塾があるってことは私はね買ってほしいなと思いますよ。だって速稼塾に入らない人生と入る人生って入った方が儲かる可能性高まるんでね、私がだからそれをやりますんで。でも速稼塾に入ってないと私の手の出しようがないんですよ。だから入ればいいんじゃないですかね。少なくともそのね、頭金3万円で入塾してあとは分割って言ってるわけなんで、入塾した後に3万円以上儲かったら次の返済とかを考えればいいんじゃないですかね。でこれすらもう動機にならないっていうんだったら、まあね、そこでいいんじゃないですかね。3万円払えないと、10年間やってる塾、10年間の実績があると、少なくとも積み上げてきていろんな人の問題解決をしているそのノウハウがなくても大丈夫っていうんだったら、まあそれすればいいと思いますよね。で速稼塾に入ったら絶対に稼げるんですかと、知らんがなと、億万長者合宿に参加したらみんな稼げるんですか、知らんがな。東大合格塾に入ったらみんな東大合格できるんですか、知らんがな。中国電力に入社したらみんな儲かるんですか、老後安泰ですか、どうですかね。この地球上にいろんな国がありますけども、日本に生まれたら成功するんですか、北朝鮮はどうですか、成功するんですか。まあ北朝鮮はちょっと成功しないでしょうね、さすがに。まあ日本に生まれたらまあまあするんじゃないですか。それは少なくとも情報がほぼ自由化されて、義務教育があって識字率が高くって、でなんか生活保護まであって、で半径2キロ以内にバイト募集してるコンビニなんてねいくつかあるでしょうしね、牛丼屋もあるだろうしファミレスもあるだろうし、おおよそなんかこう元種銭が稼げないっていう環境にはないような気がするんですけどね。でよくね、あのお金がなくて塾費用が払えませんって言うけども、いや3万円はないけども、じゃあないっていうのは0円なんでしょうか、1000円もないんでしょうかとかね。実際にすごいですよ、3000円ずつ100回払いをしてる人もいますからね。100回払いこの前終わりましたよ、さすがに。毎月毎月ね払っていってすごいと思いますよ。それから1000円払いの高校生もいますよ、17歳。あれからもう4年経つんで、今ねもう20歳過ぎましたけども、まだ払ってますよ、すごいと思いますよ。で1000円払って次の月までに1000円以上稼げないんだったら、もうその人は稼げないでしょ。だって1000円のビジネスができないってことは、一体いつ月収100万になるんですかって話じゃないですか。それこそビジネスで1000円稼げない、1ヶ月で1000円稼げないんだったら、別にネットビジネスにこだわらずにね、その近くの牛丼屋で2時間働いたら1000円以上稼げますよね。そっちの方がいいじゃないですか。だって1ヶ月で1000円稼げないのか、2時間でなんか時給800円で1600円稼げるのかって、そっちのバイト行った方がいいですかって思いますよ。じゃあ手取り14万お前が終わってんだよじゃなくて、手取り14万すごいじゃないですかですよね。だってネットビジネスで1000円稼げない人がそこら辺のねバイト行ったら、なんか月収14万すごいですねって話ですからね。だからそれぞれの今の時点での力量で稼げるところに行けばいいし、なんかね塾があるとしたら、ビジネス塾があるとしたら、自分の力量に合った難易度と結果を見させてくれるところに行けばいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあただ月収100万稼がすことはもう私ももう10年間やってきてそんなに珍しいことじゃないんで、できるんじゃないですか。その月収100万が初月になるのか、それとも1年間こりくり回していくのかっていう差はありますけどね。よくネットビジネスっていうのは簡単に稼げるって言いますけども、初日から簡単には稼げないですけども、ずっと続けていくと簡単に稼げるような時期が来ますね。だって集客力が鍛えられて商品がたくさん作れるようになって、でセールスも上手になるわけでしょ。これはね、全てが得意だったら簡単に稼げるっていう図式になるんじゃないですか。不得意分野があるから簡単に稼げないですね、難しいですねっていうだけであってね、不得意を得意にすること、それがネットビジネス塾ってもんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。